あたし月のうさぎ、この春なんとか高校生になりました。みんなちょっぴり大人になって夢がいっぱい。あたしの夢はアイドル。あたしの夢はお嫁さん。あたしの夢はお医者さん。あたしは氷川神社の立派な宮司さんになれますように。町は今世紀最大の皆既日食でお祭りモード。そんな中、あたしとちびうさは不思議なペガサスエリオスと出会ったの。助けて、選ばれたる乙女よ。やっと見つけた。乙女。現れたのはレッドムーンサーカスと名乗る新たな敵。彼らの狙いは人々を悪夢へと陥れ、地球を、そして宇宙を支配することだったの。これは幻覚よ。迷いを見せると心の奥まで入り込んでくる。このままセーラー戦士を続けていたら戦いがあるだけ。私の夢は実現しないんじゃないの。俺はこの先ずっとお前の足手まといにしかならないんじゃないかって。どんどん侵されていく私たちの夢。泣かないで。小さな乙女よ、あなたの周りは愛に満ち溢れています。チビウサを救ってくれたエリオスはレッドムーンの女王ネヘレニアによって呪いをかけられていることが分かったの。プリンスは私と同じ呪いにかかってしまったのです。大切な人を守るために私たちができること。目を覚ますのです。あなたの本当の夢を思い出して。最大の敵は自分の弱さだ。しっかりしなくちゃ。あなたは研ぎ澄まされた神経と感覚の持ち主だわ。負けない。常に敵に備え冷静な判断を下せるようになりなさい。あの3人はもうここにはいない。でも私たちは戦わなくちゃ。どんな時も一緒に頑張ろうって言わせて。必ずこの星を、この人を、みんなを守ってみせる。私の夢、それはプリンセスとこの星と、そして仲間を守るために戦う。それが使命。パワーよ、集まれ。マーキュリークリスタルパワー、ローズクリスタルパワー、ジュピタークリスタルパワー、ヴィーナスクリスタルパワー、レイパワー。そして新しいパワーが私たちの中に生まれたの。愛と正義のセーラー服美少女戦士、スーパーセーラームーン、スーパーセーラーチリムーン、月に変わって、お仕置きよ、マーキュリー、アクアロッソリー、マーズフレームスナイパー、それぞれの悪夢を乗り越えた先にはもっと大きな敵が潜んでいたの。新月の闇の下、真の力を見せるのはこれからよ。うさぎうさぎ、いよいよです。集まった人々の悪夢のパワーでこの星を死の星に。宇宙の運命をかけた戦いが始まろうとしている。